全国学力調査は児童・生徒の学力や学習状況を把握し施策の改善などに向けて実施されるもので今年は県内の公立小学校の6年生と公立中学校の3年生それぞれ1万4000人余りが参加しました科目は小学生が国語と算数、中学生が国語、数学そして4年ぶりに英語で実施されました。調査の結果、 県内の小中学生の正答率はすべての科目で全国平均を下回る結果となりましたこのうち小学生の正答率では国語が65%と昨年度より全国との差を0.4ポイント縮めています中学生の正答率は昨年度より国語と数学で全国との差を縮めたものの英語では2019年度の全開調査よりも 全国との差がが3.6ポイント広がっています県教育委員会の半峰満教育長は結果を分析したうえで家庭や学校、関係機関と連携し取り組みの充実を図るとコメントしています。